本当は一番会いたかった方からあのお電話あのいただいております。どなただと思います？久米宏さんです。久米さん、あ、これ空中電気ですから、電話ですから。空中電気、久米さん、久米さん、久米さん、はいはい、あら久米さん、久しぶりですね。ご無沙汰してます。お元気ですか？また秋野さんと話ができるなんて思いませんでした。あーどうも、いや、わざわざお忙しい中お電話くださってありがとうございます。泣かない、大丈夫ですか？泣かない、泣かない。もう涙が涙がいっぱいですけど、あのね、はい、本当にあの本番の途中でしかあの一言か二言ぐらい口を聞くぐらいしかできなかったんですけど、はい、なんか不思議なもんで、あのちょっとでも口聞くだけで馬が合うとかね、気が合うとかって人間ってわかるでしょ、はい、なんかね、秋野さんと気が合ってたような気はしてたんですよ、僕も。ありがとうございます。だからいつも秋田さん出るときはベストテンに行くのは楽しかったっていうのを今でも覚えてます。初めて聞いた、そういうこと。そうだったんですか？そうだったんですか？言いませんよ。